おはようございます。今回はですね、ミニトマトでもキュウリでも、使える殺虫殺菌剤の、ご紹介です。これね、ミニトマトでもキュウリの時でもよく聞くんですよ。聞くっていうか、よう耳にするんですよね。虫ラップ。まあ、僕こういう、名前の由来のやつ好きなんですよね。虫ラップってもうそのまんまで虫を動けなくするみたいな感じ。よくみんなが想像する、なんだろう、農薬とかと違って虫を貼り付けるというか、少し粘着剤の役割がある、殺虫殺菌剤なんですけど、虫ラップって言うんですけど、これはトマトの粉じらみとか、ハモグリバエとか、あとはサビダニアブラムシとか、またキュウリでもスリップスとか、そういった、虫にすごく有効的な殺虫剤ということで、よく耳にします。これは虫ラップ。またこれのいいところは、殺菌剤のうどんこ病とか廃炉カビ病にも、まあ、効果があるということで、で1リットルで確か3800いくらだったっけな、1リットルで、で倍率は500倍ということで、うん、まあ、よく聞きますね。これはただ農薬とかだったら、なんか撒いて一時したら虫とかが、いなくなったり死んだりするっていうことなんですけど、これの場合は虫ラップといって、まあ、粘着剤みたいな感じなので、虫にかからないと効果がないんですよね。虫にちゃんとかからないと、効果がない。虫が避けるようやったら張り付からないので、ラップにならないので、そこが欠点ですね。かからないといけないみたいな感じで、歯の裏とかに虫がついてたらね、もしかしたらかからないかもしれないけど、効果は、あるみたいなので、よかったら参考にしてみてください。本当、粉じらみ、スリップス、トマトでもキュウリでも使えるもので、ただあとアルコール剤がちょっと入ってるので、昼間とか高温の時、まあ、夏場とか、太陽がカンカン照りの時とか気温が高い時やってしまうと、少し焼けちゃったりするということで、暑い時はしない方がいいと思います。朝早くか夕方、涼しくなってからした方がいいのかなと思っています。じゃないと焼けちゃったり、なんかね、生理障害が起きちゃうことがあるので、そこは注意してください。はい、ということで今回は、まあ、キュウリでもトマトでも野菜類でも芋類でも、また花とかね、そういったものでも万能に使える殺虫剤虫ラップのご紹介でした。またチャンネル登録と応援の方もよろしくお願いします。それじゃ、また明日、バイバーイ。